はい、おはようございます。豚郎です。本日はですね、豚郎流の通風鍋を作りたいと思います。プリン体たっぷりの鍋をご紹介したいと思いますので、ぜひ動画の方最後までご覧ください。はい、それではね、今日は食材の紹介をしていきたいと思います。まあ、野菜はね、シンプルに白菜とネギと椎茸、昆布はね、日高昆布を用意しました。で、食材なんですが、まずこちらから生のマダラの白子です。今回は八戸産の白子です。輪っか内のマダラのほっぺの部分ですね。で、こちらカワハギ、こちら豊後水道の養殖のカワハギです。本カワハギで、横にあるのがですね、アンキモです。で、その隣にあるのがこちら噴火湾で水揚げされたスケソウダラのマコですね。で、タラコの原料です。先方市のマガキです。養殖のマガキですね。今始まったばっかり、セコガニと言われるズワイガニでございます。そしてウニとイクラですね。作ると言ってもほとんどね、盛り込むだけなので、作っていこうと思います。まずセコガニなんですが、こちらは、塩茹でします。別動画でセコガニのね、茹で方、バラし方っていうのもありますので、そちらご覧ください。それではね、盛り付けしていきたいと思います。まずね、鍋はですね、昆布だしを取ってあります。1時間ほどね、だしを昆布出しました。昆布は1回出しちゃいます。通風鍋なんで盛り込んじゃいます。盛り込んじゃった方がなんか分かりやすいんで。タラのほっぺです。かわいい。この辺はまだそんなにプリン体は入ってないです。こっからです。出ました、ザプリン体。実はね、私も通風持ちでして、農産地は11ぐらいで、ね、5年ぐらいありました。ただね、最近は素晴らしい薬があって、尿酸値は 3.8 まで下がりました。いや、すごいな、このあん肝。足痛くなってきた。何個卵入ってんだって、もうプリン体の塊ですよ。ね、たらこの原料です。よいしょ。切ってと、ザクザクザクと。カワハギの肝です。カワハギの肝はちょっとね、細かく切りましょうか。ちょっと細かめに。ドン。やばいな、もうなんか見た目が。どうなのこれ。これ剥きたてですから。やばいな。落としながら。あ、ちょっと。やばいっすね、これ。めちゃくちゃプリン体が入っている、セコガニ。すげえな、これ。やばいな。いやー、やめてくれ。もういいや、全部行こう。わけわかんないですよ、これ。イクラなんですけど、イクラは入れながら、あんま火通したくないんで、だしね、入れながら食べようと思います。ちょっとだけ入れておこうかな。見た目でドンと、のせるか、ドンと、のせるか。よっしゃ、できました。はい、豚郎流通風鍋の完成。火がだいぶ入ってきました。ちょっと半生から食べていきたいと思います。ほら、だってウニとかもあんま火入るよりも多分半生ぐらいの方が美味しいと思うんですよ。半生ぐらいなこの通風セットにイクラをドンして、これで食べてみたいと思います。いただきます。もうやばいな、この時点で。いただきます。うん、ウニはやっぱこんぐらいはいいんじゃないですか。半生温かくて美味しい。白子です、白子。白子にイクラを。やばいな、これマジで尿酸値上がりそうだな。いただきます。うん、うまっ。せっかくね、通風なんでやっぱビールでしょ。今日はもうビールいきます。ビール、今日はハートランド。鍋もいい感じで沸騰してきたし、いただきます。あー、うまい。牡蠣、牡蠣いっちゃいます。やばいな、もう見た目が。うまいわ。カニ行こうかな。カニとスケコと
つけこなんて本当卵の塊ですからね、これ。いただきます。めちゃくちゃ魚卵ですよ、これ。当たり前ですけど、カニの、セコカニの卵、スケコと同じぐらい卵ですからね。すごいよ、これも。うん、超シャキシャキしててうまい。今年初です。ごめんなさい、めちゃくちゃうまいです。これ全部食ったらどうなるんだろう。俺は何になっちゃうんだろう。野菜が取れると安心しますもん。タラのほっぺ、これはね、なんか落ち着きますよ。タラのほっぺ大丈夫だろ。アンキモくん、これ2位。やばいよこれ。いくら。はい、いただきます。うん、おいしい。あんきもやばい、これ。あんきもやばそうです、なんか食べる前から。うん、でビール、これね、うまいんじゃないですか、この鍋。やっぱり贅沢品のオンパレードでスープ飲んでみたいと思います。白濁してますよ、もう。おー、バターみたい。なんだこれ。よし、じゃあカワハギいきます。すごいですね、カワハギも。池のカワハギだったんで身がカチカチですね。うん、うまい。ちなみにこの中で一番プリン体を感じたのは生スケコでした。2番があん肝で、白子かな、でウニかなみたいな感じで重かったです。はい、以上。はい、ということでね、すごかったですよ、このお腹の感じ。プリン体を食べるっていうのはなんか体力がいりますね。めちゃくちゃうまいんですけど、なんか倦怠感があるというか。これね、でも経験あるんですけど、次の日にはいい思い出しか残んないんですよ。ということでね、またいろんな鍋作りたいと思います。今日はね、動画最後までありがとうございました。ムタロウでした。ナイス。